This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は4月6日火曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。外務副大臣はドイツの外務省国務大臣と対ドイツ国交樹立160周年記念の式典について話し合いました。タイ政府観光庁ニューヨーク事務所は伝統的なタイの新年を迎え、オンラインイベントを実施します。タイ中央銀行、財務省及び関連機関はコロナ後の事業回復と変革を支援するため2つの新たな措置を提案しました。当局はタイ米の輸出を促進するための措置を実施する計画です。バンコク都庁はソンクラン祭り期間中に地元製品を宣伝するためのショッピングフェアを開催します。それではまず初めのニュースです。外務副大臣はドイツの外務省国務大臣と対ドイツ国交樹立160周年記念の式典について話し合いました。ウィチャー・ワット副外務大臣はドイツのニールス・アネン外務省国務大臣と電話会談を行い、新型コロナウイルスの感染拡大問題やミャンマー情勢など二国間が抱える多くの問題について話し合い、情報を交換しました。タイとドイツの関係はあらゆるレベルで緊密で心のこもったものとなっています。現在タイとドイツは2022年国交樹立160周年記念イベントの準備を進めています。またタイとドイツは2020年に戦略的パートナーシップレベルに引き上げられた EU と ASEAN の関係についても話し合いました。次のニュースです。タイ政府観光庁ニューヨーク事務所は伝統的なタイの新年を迎え、オンラインイベントを実施します。2021年の新年をタイ伝統にのっとり迎えるため、タイ政府観光庁のニューヨーク事務所は春ソンクランの素晴らしさと題したオンラインイベントを計画しています。ソンクランは水かけ祭りとも言われるタイの新年を迎える伝統的な行事で、4月13日が元旦となります。オンラインイベントは2021年4月8日火曜日、現地時間20時から21時の1時間予定されています。オンラインによる登録は無料で受け付けています。オンラインイベントは北部チェンマイ県から生中継され、一夜限りのお祝いイベントには全ての人が参加できます。1時間にわたるプログラムでは、タイの伝統文化、お祭り、タイ料理、タイ伝統舞踊などタイを愛する全ての人に中継が提供されます。ソンクラン祭りがタイ社会にどれほど重要なものか、簡単な紹介ビデオで始まり、
続いてチェンマイのハンドン地区からの中継で伝統的な水かけの式典が行われます。詳細についてはタイ政府観光庁のウェブサイトをご覧ください。次のニュースです。タイ中央銀行、財務省及び関連機関はコロナ後の事業回復と変革を支援するため2つの新たな措置を提案しました。コロナ後の経済回復を目指し、金融リハビリテーション対策が計画されており、実行可能なビジネスをサポートし、雇用の維持、コロナ後の世界に向けて回復し変革する機会を得られるよう活動を進めていきます。金融リハビリテーション対策は現在リスクが高まっている見通しのもと、適切で急速に変化する環境に耐えるのに十分な柔軟性があり、各分野のさまざまなニーズに対応できるよう包括的な対策となっています。金融リハビリテーション対策は3つの基本原則に基づいて設計されています。公的機関、金融機関及び対商工会議所、対工業連盟などの民間部門の代表者はビジネスニーズに適切に対応できるよう対策設計に緊密に協力してきました。金融リハビリテーション対策は次の通りとなっています。 1. COVID-19 新型コロナウイルス感染拡大危機の影響を受けた中小企業を支援するため、企業向けのソフトローンを提供する。合計予算は2500億バーツを予定しています。 2. 予算1000億バーツで買い戻しオプションを備えた固定資産ウェアハウジングによる債務の再編。これは事業が長期の回復期間を必要とする悪影響を受けた借り手に標準化された債務再編プログラムを提供するものです。公的機関、金融機関及び民間部門の代表者は関係者すべてのニーズに対応するこれらの支援策を設計する際に緊密に協力してきました。すべての関係者は積極的に参加し、金融リハビリテーション対策を支持することを約束しています。タイと外国両方の商業銀行は影響を受けた企業が回復し競争力を維持できるよう、その企業を選別して救済策を実施する際に重要な役割を果たしていきます。政府の専門金融機関は資本への利用を増やし金融ギャップを埋めたいと考えています。この対策は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた企業が回復し自らを変革し再びタイ経済の原動力に戻るのに役立つと期待されています。法的要件及び関連する手続きが完了次第、金融リハビリテーション対策が実施される予定です。次のニュースです。当局はタイ米の輸出を促進するための措置を実施する計画です。商務省は今年米の輸出を約1500億バーツ相当の600万トンに増やす計画で、そのための措置を実施する予定です。この措置が実施されれば、インドネシア、中国、バングラディッシュ、イラクが政府間取引の主要市場となる予定です。ジュリン商務大臣によりますと、商務省はタイ米輸出業者協会と協力してシンクライス、シンクタイランドキャンペーンのもとタイ米を宣伝しています。このキャンペーンによりカナダではタイ米はよりよく知られるようになり、昨年カナダへの輸出は前の年と比べ 21% 増の12万トンに増やすことができたと述べています。次のニュースです。バンコク都庁はソンクラン期間中に地元製品を宣伝するためのショッピングフェアを開催します。バンコク都庁は4月9日から14日までのタイ正月ソンクラン祭り期間中、プラナコン地区のオンアン運河でバンコク都内50地区の地元製品を宣伝するショッピングフェアを開催します。ワンライヤー副事務次官は食品、飲料、ハーブ製品、宝石、衣類、お土産品など50を超える製品ブースがショッピングフェアに参加すると発表しました。ワンライヤー副事務次官は4月12日に仏像に祝福の水を注ぐ式典があり、4月12日から13日には音楽と文化の公演があり、
選手と観光客は彩りを加えるためにカラフルな服を着ることが奨励されていると語っています。ワンライヤー副事務次官はソンクランショッピングフェアに参加する場合は社会的距離の確保、マスクの着用、定期的な手洗い、追跡アプリ、退社の登録など新型コロナウイルス感染予防対策に従った上で楽しんでほしいと述べています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。外務副大臣はドイツの外務省国務大臣と対ドイツ国交樹立160周年記念の式典について話し合いました。タイ政府観光庁ニューヨーク事務所は伝統的なタイの新年を迎えオンラインイベントを実施します。タイ中央銀行財務省及び関連機関はコロナ後の事業回復と変革を支援するため2つの新たな措置を提案しました。当局はタイ米の輸出を促進するための措置を実施する計画です。バンコク都庁はソンクラン期間中に地元製品を宣伝するためのショッピングフェアを開催します。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1300.